皆さんこんにちは、りほです。今日はメムクローゼットの新作アイテムバッグのご紹介をします。今までレムクローゼットではプライベートの時に大活躍するような小さめのバッグが多かったんですが、今回はオンオフで使えるベーシックでかつシンプルでコーディネートにも合わせやすいバッグをご用意したので、ぜひチェックしてみてください。今回はオンオフで使えるっていうところでトートバッグをご用意しました。こちらです。こちら皆さん見てわかる通りバイカラートートバッグになっております。このカラーリング、もうレムクローゼットらしいよね。サイズ感なんですが、使いやすさとコーディネートに合わせやすい、かつ容量もね入るっていうのを重視して作りました。普通の方が持ってるトータルコーディネートと小柄女性が通常のバッグを持った時のコーディネートバランスって全然違うんですよ。少しでも大きめのバッグを持ってしまうとバッグだけが大きく見えてしまったりとかする時があるので、そういった面も配慮して作ったバッグになります。なんで今回はちょっと大きめのバッグを作ろうかなと思ったかっていうと、レムクローゼットのバッグは割と小さめのバッグが多いので、サブバッグをね持つ方が非常に多かったです。サブバッグも作ろうかなと思ったんですが、まあなんならねサブバッグもいらないようなトートバッグのサイズ感、かつお仕事用でも使えてプライベートでも使えるバッグを作りたいなと思って今回作りました。では詳細をご紹介していきます。はい、まずブラックはこんな感じになります。この素材にもすごくこだわりがあって、ツルツルすぎずしぼ感のある合皮のバッグとなっております。こういう感じです。ここにレムクローゼットの素押しがされてますね。持ち手部分はこのように腕が入るくらいになってます。そしてここが配色ブラウンになってます。裏はこのような感じです。ダークブラウンっぽい感じですね。ここにショルダーがついているんですが、このショルダーの生地感は布っぽい感じになってます。これに関しては調整ができず短めなので、このように肩にかけてもいいし、ショルダーにして持っていただいてもいいサイズ感になっております。このようにショルダーにして持つスタイルも私は今回素敵だなと思ったので、このサイズ感にしてみました。かわいい、これめちゃくちゃかわいい。私もこちら数日使用してみたんですが、硬すぎず体にフィットする感じがあります。バッグって最初こうね硬すぎると使いづらかったりとかする部分があるんですが、こちらはもう最初から使いやすいバッグになってるんじゃないかなと思います。ストラップは取り外しも可能です。このように取ることもできます。スムーズ。このショルダーをつけてた方が私は結構好きですね。肩にかけなくてもデザインっていうかチャームとして使っていただいてもいいと思います。中もご紹介します。このようになっております。中はブラウンで、ここに内ポケットがついてますね。この内ポケットも合皮にしました。割と大きめの内ポケットになってるので、スマートフォンなんかも入れやすいかなと思います。そして入り口のところなんですが、こう磁石をつけております。なのでこのようにスムーズに止まるようになってます。ボタンよりねいいよね、これ。この絶妙なマチがポイントで、ショルダーにした時とかこのように肩掛けで持った時にすごくね体にフィットするの。それがねもう私はもうこだわりポイント。大きすぎるとここにショルダーにした時も大きく出てしまったりとか、肩にかけた時も邪魔になってしまったりするんですけど、こちらは体に馴染んでくれるのでめちゃくちゃ使いやすいと思います。ブラックはこのような感じで、次ブラウンのご紹介をします。ブラウンこちらです。ブラウンも同様ですね。ここの表はこのように素押しがされていて、この横の部分がアイボリーになっております。でここのショルダーの部分も少しね配色っぽい、表のバッグの色とは若干違う感じのショルダーのストラップになってます。こちらも同じようにゴールドの金具になってますね。この私のリングよりは薄めのゴールドっていう感じで、強調しすぎてない感じもいいかなと思います。このように同じように取れます。そしてこの幅は約10センチ、横幅24センチ、で縦が27センチになっております。ブラウンの中はこのようになっております。こちらも配色ですね。ベージュの生地にここも内ポケットがブラウンの合皮になってます。そしてここの磁石ついてますね。このブラウンも絶妙な配色でめちゃくちゃ可愛い。このトートバッグがこう、ね、しっかりと床に立つか立たないかなんですけど、これに関しては中に入れるものによって変わってくるかなと思います。割と生地感が柔らかいトートバッグになってるので、バッグだけで机に置いた時に一人で自立するかっていうと自立しない
ので中に何か入れていただくとしっかりと立つぐらいの待ちの幅とサイズ感になってます。実際に中に入れてみてどれくらい容量があるのかっていうのをご紹介していきます。皆さんボトル最近持たれてる方も多いと思うのでボトルですね、私はこのハイドルフラスコをよく使っていて我が家にはね4本ぐらいあるかな、いろんなカラーがいっぱいあります。結構ゆとりある感じで入ってくれました。こういった待ちのある感じのポーチも持ってる方多いと思うのでこれも入れます。水筒を縦に入れてポーチを横に入れてる感じですね。こういった感じで収納ができました。この A4 サイズの、ね、ものが入るかっていうところなんですが、ちょっと入れてみます。 A4 サイズだとちょっとだけ出ちゃうサイズ感になっております。なんでねこの A4 サイズで、ね、出ちゃう感じになってしまったかっていうと、これはねコーディネートを考えてのサイズ感になってしまいました。こうやってショルダーとして持つ方が非常に多いなと思っていて、ここまでねトートバッグが来るとすごくね大きく見えてしまったの。なので本当に大変申し訳ないんですが A4 サイズはちょっとだけ出てしまいます。まあ、ただねこうやってショルダーで持つ分には問題ないし、このように持つこともできますよ。容量的には今までレムクローゼットの販売してきたバッグの中では一番大容量なんじゃないかなと思います。ただ入れられるスペースはあるので、他にもね折りたたみ傘だったりそういったものも入れやすいかなと思います。ただ A4 サイズだけが大変申し訳ない。オンオフで使えるっていう風に考えるとちょっと出ちゃうけど一応入ります。横幅だけ入れられるようにしました。で今ねしっかりと物が入っているのでこのようにね置くと自分で自立してくれます。はい、こんな感じで今回はね一型2色になるんですが、ベーシックでもうずっとずっと使えるアイテムを作りたくて今回こだわったバッグになっております。合皮なので使いやすいと思います。まあ、コーディネートのアクセントにもなるしコーディネートにも合わせやすいっていうところでバイカラーにしてみました。でどちらもね使いやすいカラーにはなるんですが、まあ、いつもブラック系のダーク系のお洋服が多い方はブラックおすすめです。割と明るめ白系のお洋服もよく着るなっていう方はこちらのブラウンの方がおすすめですね。血も可愛い。これは本当になんかシンプルなんだけどおしゃれ、大きすぎずコンパクトすぎず容量も入るっていうのがめちゃくちゃポイント高い。レムクローゼットのバッグはケージョンコーデに合わせるとかっていうよりもデイリー使える、なんだかんだこのバッグ一番使ってるよみたいなバッグになってくれると、私もね本当に嬉しいんですよ。それが私も毎日持ちたいバッグとしてレムクローゼットのバッグは使ってるし、そういう思いで作ってるのでぜひねチェックしてみてください。もう通勤用バッグでもいいと思います。今日のコーディネートにはこっちのブラウンの方が合ってるかな、かわいい。はい、今回は新作のバッグご紹介させていただいたんですが、なんと皆様に嬉しいお知らせがございます。この度レムクローゼット名古屋で初めてポップアップを開催することになりました。今回のポップアップは JR 名古屋高島屋で9月15日から9月21日まで開催することになりました。私も実際に店頭には立たせていただくんですが、コロナ禍でもあるので対策をしながら店頭に立たせていただきたいと思います。期間は1週間あるのでタイミングが合えばぜひお会いできたらなと思っております。そして今回のポップアップでは新作アイテムが先行発売となりますので、こちらのバッグも含め9月15日から21日までポップアップでは先行で発売開始となります。もちろん新作商品はウェブでも販売開始となりまして、9月24日12時からストライプクラブと ZOZO タウンで一気に新作商品が発売開始となります。今回の9月の新作商品に関しては、まあ、実際に名古屋のポップアップに来ていただいた方はお手に取って見ていただける形になります。今回その YouTube が撮れるかどうかわからないんですが、実際に期間中にポップアップの様子を Instagram のライブ配信でお届けしようと思いますので、ぜひそちらも合わせて見ていただけると大変嬉しいです。今回のポップアップでは新作アイテムに加えて一部予約商品であるアウターだったりブーツだったりもご試着が可能になってますので、そういったアイテムも気になってるよっていう方はお近くに来られた際は立ち寄っていただけると大変嬉しいです。
です。また、ポップアップに関しての詳細や、新作アイテムの詳細に関しましては、レムクローゼットの公式インスタグラムの方でチェックしていただけると幸いです。ちなみに、こちらのバッグは、JR 名古屋高島屋で、9月15日から9月21日まで先行発売開始となりまして、通常のウェブの方では、9月24日、12時から、ZOZO タウンとストライプクラブで販売開始になりますので、ぜひチェックしてみてください。では本日も見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。